第6レース二次予選2着で勝ち上がりました 長崎の稲田選手です。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。レースなんですけども、山田選手が、スタート取って前からになりましたけども、作戦はどういう作戦だったでしょうか。そうですね、だったら難関1回突っ張っての中段取りがベストだったので、展開的には良かったんですけど、はい、ちょっと詰まりすぎていけなかった感じですね。要点がバック前のところで松坂選手が一応救ってきたと思うんですけども、はい、そこはどうですか。そうです、結構気を疲れた感じだったんで焦ったんですけど、まあ、その後しっかりリカバリーできたなって感じです。追い上げてしっかりとまた突き切れるので、はい、その前坂井あの吉田選手が先行して坂井選手はすごい車間を空けてたんですけども、はい、そこはどういうふうに見えてましたか。雨がすごくてどのぐらい車間を切ってるのかいまいち分からなかったです。なるほど、まあ、ちょっと山田選手も大事にいったような感じで、ちょっと仕掛けも遅かったかなと思うんですけども、はい、最後そうですね、自分が松坂君来た時に声出してあげればまだ違ったかなと思うんですけど、はい、あと昨日と同様連日伸びているようには感じるんですが、ご自身状態的にはどうでしょう。そう、まあ、本当に調子良かったらなんか頭まで行ってる感触はあるんですけど、行ききってないんで、結構もう一人いたなという感じがあります。宮杯からまあ9日ぐらいですけども、疲れが残ったり、そういったのは。そうです、いや、疲れはそんな感じじゃないです。分かりました。この後は何か自転車を変えたりとか、体を、ケアとか、なんかどっちを中心的にとかありますでしょうか。いや、特にいつも通りです。変わらないです。はい、分かりました。はい、では、準決勝、この後に向けて意気込みを最後お願いします。決勝の理由に頑張ります。応援をしてほしいです。